ジャスティン・ウィリアム・ジャマーノは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州パサデナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウジャマーノは、リトルリーグ時代に、マーク・マグワイアが持っていた、クレアモントのリトルリーグ1シーズン、最多本塁打記録を破った。2000年、MLB ドラフト13巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され契約。2004年5月22日にメジャーデビュー。 フィラデルフィア・フィリーズ戦に先発し、チェイス・アトリーに3点本塁打を打たれたものの、5回を後、アンダー脱三振4四球4失点という内容で、初登板初勝利を挙げた。2005年7月23日に、ジョーランダの交換要員として、トラビス・チックと共にシンシナティレッツへ移籍。2005年7月31日には、レアール・コーミエとの交換トレードで、フィリーズへ移籍した。 2007年5月19日に、ベーバー経由でパドレスに復帰。この年はパドレスで23試合に先発し、7勝10敗で防御率4.46という内容だった。2008年5月22日にパドレスをリーフとなり、そのまま参加のトリプル a 級ポートランドビーバーズでプレーオフに FA となった。また黒田博樹が、 メジャー初登板時初めて黒だからヒットを打った相手にもなったその後、福岡ソフトバンクホークスと契約した。背番号は34。2009年6月6日の広島東洋カープ戦で初先発初勝利を挙げて、以降は先発ローテーションに定着。6月13日の読売ジャイアンツ戦で勝ち投手となったが、この勝利でホークスは2リーグ制以降球団通算4戦勝を。 達成した。14試合に登板し5勝4敗と結果を残し、球団は残留交渉をしたが、本人が米国でのプレーを希望したため12月2日限りで対談が決まった。2010年3月17日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。7月30日にメジャー昇格し、主に中継ぎとして23試合に登板した。 2011年シーズンはインディアンスで登板し、マイナーリーグへ降格した。2011年8月5日に、不審により退団した門倉健の代役として、韓国プロ野球のサムスンライオンズと契約を結んだ。公式戦で5勝を記録し、韓国シリーズ優勝に貢献したが、再契約のオファーを断った。2012年1月10日に、 ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。7月に昇格するも、1試合に登板したのみに、終わった。2012年7月19日にシカゴ・カブスへ移籍したが、先発として起用され2勝10敗の成績だった。オフの10月に FA となった。2012年11月9日に、トロント・ブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 2013年5月にメジャーへ昇格したが、1試合のみの登板で再びマイナーリーグへ降格した。10月1日に FA となった。2013年12月18日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年5月8日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ。昇格後は2試合に登板したが、防御率11.81と結果を残せず、 5月14日にリーフとなり、5月16日に AAA 級ラウンドロックエクスプレスへ降格した。2014年8月15日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、AAA 級アルバカーキアイソトープスへ移動した。AAA 級では3試合に登板した。オフの10月12日に FA となった。2014年12月3日にシアトルマリナーズと、 マイナー契約を結ぶ。2015年7月1日に自由契約となる。2015年7月8日に、不審により退団したフィル・アーウィンの代役として、韓国プロ野球の KT ・ウィズと契約を結び4年ぶりに、韓国球界に復帰した。同年限りで KT を退団。2016年より、イタリアン・ベースボールリーグの T&A ・ザン・マリノと契約したが同年中に退団した。 190センチメートルの長身から投げ込まれ、微妙に動く130時速140キロメートルの直球、チェンジアップ、時速100キロメートルの緩やかなカーブを使う。コースを突くというよりは、打者のタイミングを外して打たせて取るピッチングをするのが特徴。至球、三振が比較的少ないのも、そのプレイスタイルゆえんである。ありがとうございます。